ブランシュド・フランスは、フランス王シャルル四世と三番目の王妃、ジャンヌ・デブルーの娘、シャルル四世の死後に誕生した抜子である。カペイケチャクリューはシャルル四世の死によって男子が絶えた、ものの王妃ジャンルは、夫が死去した1328年2月時点で、第三子を解任中であり、男子の出産が期待された。しかし生まれたのが、女子ブランシュであったため、 カペイ朝の断絶が確定し、サリカ法根拠に、バロア家のフィリップ6世が即位した。ただし、カペイ家の女子は他にも、シャルル4世の長兄ルイ10世の娘に、ジャンヌ、時系フィリップ5世の娘に、ジャンヌ、マルグリットの他二人といった、ブランシュの重視にあたる王女がおり、ルイ10世の娘のジャンヌには、ナバラ王国の王位継承が認められた。1345年、 ブランシュは父方、母方の双方で、また重廷にあたる、フィリップ6世の息子オルレアンコをフィリップと結婚した。二人の間に子供はなく、ブランシュは、夫フィリップと1376年に死別した。死後、ブランシュは、サンドニ大聖堂に葬られた。ありがとうございます。